スタジオレインよしそれじゃあかんぱい <laughs> 久しぶりに飲んだが美味しいな酒はあんまり得意じゃないんだよこういうたまになら飲むんだがなこうやって二人で飲むのは初めてか なんかごめんな。家にあげてもらっちゃって。居酒屋も悪くはないがあまり落ち着かなくてな。ちょっと苦手なんだ。まさか部屋にあげてくれるとは思わなかったけど、お前がいいって言うもんだから、せっかくだしお邪魔させてもらうことにした。最近調子はどうだ業務に慣れてきて 少しずつ余裕も出てきたんじゃないかって思うんだがんそんなに謙虚にならなくていいぞ新人の役割は果たせてるんだから十分合格点だよそういえばまた課長に嫌がらせをされたかはあ、今日もか課長は相変わらずセクハラとパワハラばかりだな いつものことなんだよ。気に入らない奴には必要以上にぐちぐち言ってくる。まだ新人だってのに、ちょっとやりすぎだ。どうにかできるならしてやりたいんだがな。ごめんな。フォローぐらいしかしてやれなくて。解決したいのはこちらもなんだがな。いろいろと難しいんだよ。いや。 それではやはり生ぬるいかどうせなら上に報告してしまってもいや私の評価は気にしないでくれ私の評価が下がる分にはいいんださすがに部下が嫌がっていることを放置するのも上司失格だろそれもこれもが常態化しているのが問題なんだ誰かが言わなきゃいけないことなんだしそれなら私がうん 何かか不満か課長から嫌がらせされてるんなら改善した方がいいと思うがやっぱり私の評価のことを考えてくれるのかお前はお人よしだな分かったよ我慢することにするだけどその代わり約束だ今みたいにフォローは続けさせてくれ そうしないと何かあったとき困るだろういいよ、そのくらいは。守ってやるさ。なんせお前は私の初めての直属の部下なんだからな。あ、そうだ。そんなことより、今日お客さんから電話が来てな。お前のこと褒めてたぞ。対応がすごく親切だったわーって。わざわざ電話かけてくるくらいなんだ。 相当印象に残ったんだろうな私も電話を受けてて鼻が高くなった後輩のことでも自分のことのように嬉しいんだ思わず大きい声で「ありがとうございます」って言っちゃったわ <laughs> かりやすく頬が緩んでるぞ褒められてると君はそんな顔するんだなあて お前のことあんまり褒めてなかったっけそうか。そういえばそうだったな。ついつい言ってるものだと思っていた。うん。うん。私の中ではとても優秀という評価だぞ。まだまだ慣れていないところもあるが、それでも新人にしてはよくやってるよ。<laughs> 顔が赤くなってもじもじしてる。 いや、こんな可愛い反応されるだなんて思ってなくってな。ちょっと意外だよ。歳の割にひょうひょうとしていると思っていたが、案外可愛いところもあるじゃないか。いやいや、悪いことじゃないぞ。むしろ残しておいてほしいと思う。可愛いじゃないか。さっきから幻想ばかりして、真面目な性格がこういうところで出たんだな。 でもな私は本心で言ってるよだからこういう時は自信を持っていいんだ <laughs> ちょっとぎこちない感じだなほーら胸を張ってくれそういい感じだ事実この間の成績だって同期でも上位だったろ成果もしっかり出てるじゃないか こんないい部下をもらえるなんて私は幸せだと常々思ってるよそうそう実際優秀なんだから大丈夫だよ <laughs> 私が新人の頃なんてな失敗続きだったぞこうな冊子の印刷枚数の桁間違って印刷してなコップワーって出てきたことがあったんだよ そのせいで <laughs> この話はやめだやめなんか恥ずかしいそれに私は取り返しのつかない大きな失敗をしたこともある会社にも迷惑をかけたそういう苦い経験はいっぱいあるよ優秀な新人ってわけじゃなかったから先輩にもいっぱい迷惑かけてよく怒られてたな <laughs> そんな上司だぞ。私はお前に強く言えないよ。ああ私は強くなんてないさ。ただ、うまく自分を取り繕っているだけだ。今いるのは本当に運が良かった。ただな、これだけは約束だ。嘘をついたり、ごまかしたり、そういうのが一番困るということを忘れるな。 間違っても自分をよく見せようとしないこと。後々苦しくなってしまうからな。そう、それが先輩との約束。指切りするかなんて、お前はそんなに子供じゃないか。<laughs> ごめんごめん、ちょっとからかいたくなっただけだよ。 お前にはあの時の私みたいになってほしくなくて、そう思って接しているつもりだ。私は、いい上司になれているのかな。自己評価はそんなに高くないな。私だって反省していることはいくらでもある。そう。褒めること、とか。部下は褒めて伸ばすのがいいらしいが、 私は苦手でな。こういうお酒を借りて酔っている時くらいしか言えないんだよ。昔から酒飲んだ時だけ丸くなったって言われる。自分じゃそんな風には思わないんだけどな。そうだ普段褒めてない分、こういう時はいっぱい褒めてあげようじゃないか <laughs> いいよいいよこういう時だけのご褒美だ 何がいいかなそうだ耳かきとかちょっとくらいは大丈夫だよどうせ誰も見てないんだし、恥ずかしがることはないよ <laughs> 今日は特別サービスだ酔っ払ってない酔っ払ってない <laughs> 別に普段からお前にならしてもいいって思ってるよただ、 ちょっとまあ、機会がないっていうかな。普通、部下に耳かきしてやる上司とかいないだろあれいないよな。だから、今日だけっていうか、他の奴らには秘密っていうか、そういう感じだ。それとも、私じゃ嫌かなんだよ。 やってほしいなら初めからそういえばよかったのによし膝枕してあげるから頭こっちによこしてくれよーしよーし <laughs> はいそんな冗談はさておきだまずは右耳から。 どうだちゃんとできてるかなんかなちょっと久しぶりでなちょっと懐かしいって思って昔は妹によくやってあげてたんだよその時のことを思い出したああ6つ離れてる結構離れてるだろうだからかな あんまり喧嘩とかしないし仲がいいまんまだ今は大学生か東京の大学で頑張ってるみたいだよもう恋人も作って化粧して大学行ってるんだとお姉さんになっちゃったなあいつもなんか学生って響きちょっと懐かしいな社会人になるとさ ずーっと昔のことのように感じる今振り返ると楽しいことしか覚えてないなお前は学生生活楽しめてたか部活とか勉強とかさあとはそれこそ恋愛とかもし過去に戻れたらどうするのかな 多分、勉強はもうちょっと頑張ったかもな。過去のだらしなかった自分に喝を入れたいよ。部活も勉強ももうできないからかな。だから、思い出すと少し寂しいとも思う。恋は、今でもできるか。でも、出会いは少ないよな。あるのは社内くらいか。 一応言っておくけど社内恋愛はバレないようにするんだぞいや別にダメってわけじゃないんだが何というかお前のことを見ている人の立場になれというかなんだ付き合っているやつでもいるのかいないかまあ上司とはいえ女を家にあげてるわけだからなさすがにいないよな ああ別に恋人を作るなっていうわけじゃないぞいいじゃないか恋私か女子校だったからなもともと男の人とは接点が少なくて会社に入ったら入ったでおじさんたちに囲まれてなんだかもうへききとしちゃったなただなんというか機会がないというか こういうのを言い訳にするわけにはいかないんだけどな友人にも同じこと言われたんだお前は出会いを求めてなさすぎだってもう余計なお世話って話だよまったくそれでと最近気になる人がいなくもないなまあ多分あれだよ 好きとかじゃないんだとは思うんだがなうんうんー誰かって真面目で謙虚で見てて面白いやつだよこの話はやめだやめ恥ずかしくなってきたなあお前は兄弟とかいるのかそうか じゃあ、姉とか欲しかったりする時もあったりしないか私も妹はいるんだがな弟はいなくってたまに欲しいって思うんだよ優しい姉が欲しいのかなかなかハードル高いぞ家の中で女はわがままだからな私みたいな姉かうれしいな でも、どうかな。案外いるとうざーいって思うかもしれないぞ。そうか、お前みたいな弟か。悪くない。悪くないな。こうやって耳かきするのも案外楽しいし、宿題とか教えてあげるの好きだったからな。そういうの、やりたかったな。 お前は私にとって理想の弟なのかもなー。<laughs> なんてああ冗談だよ冗談 <laughs> はいじゃあ右耳は綺麗になったから次は左耳だなゴローンってしてくれ。 あそうだ、弟だったらもう少しだらしないぐらいがいいかもしれないなネクタイとか曲がってたり料理できなくてコンビニでご飯買ってるとかその方がお姉ちゃんのしがいがあるだろそんな弟だったら私は毎日見に行っちゃうかもしれないけどなうんだって心配だろ毎日ご飯作りに行きたいな。 <laughs> こんなことしてたらうざいって言われちゃうかもしれないけどそうかじゃあ2日に1回くらいならどうかなだってコンビニ弁当じゃ飽きちゃうだろそれもやりすぎかなんだか難しいなその点お前はしっかりしてるじゃないか家も綺麗だし料理もそれなりにはするんだろ めんどくさくてもやってるだけ偉いよもっとだらしないのかと思っていたが私の見当違いだったのかなうんもう少し汚いのを想像してた年下の子ってご飯いっぱい食べて昼休みに寝てるイメージしかない <laughs> なんだよ偏見で悪かったな 弟がいる友達はみんなそう言ってたんだ言葉では「嫌だ」とか「嫌い」って言っていたけどなんだかんだ面倒を見てるし可愛いんだろうなそういうの聞いて自然と弟に憧れを抱いちゃったのかもしれない身近で自分より年下の男ってほとんどいなかったんだよ会社はおじさんばっかりだろ 家族も男はお父さんだけだし弟もいない一番身近なのってそれこそお前か予想通りかわいいなああバカにしてないバカにしてない素直な感想だお前なら弟でもいいなって思うぞなあ私がお前のお姉ちゃんじゃダメか <laughs> 冗談だよなんだよ、まんざらでもない顔して私を心配させないくらい独り立ちしてもらわないとなそれこそ仕事も一人でできるくらい成長してもらわないと私は弟離れできないぞってそっかお前が1年か2年して一人前になったら 私の元は離れて仕事をするわけだお前ならできるさそうなれるように私が今お前に教えているわけだろうんそんなに私教え方うまいかな別に普通だと思うぞもし私の教え方がいいって思ってくれるならお前の後輩になるやつにも同じやり方をしてくれ 私はそれが一番嬉しいようん恩は先輩じゃなくて後輩に返してくれればそれでいいからてこれは私の先輩の受け売りだけどな今でも十分なくらいなんだこれからも頑張り続ければお前はきっと多くの部下を持つことになると思うそれこそ私なんかよりずっと上に行くくらいにな そうなっても、今の言葉を忘れないでくれると私は嬉しいぞずっと楽しみにしてるよそろそろ耳かきは終わりにするか十分綺麗になったなふーーうーうーよいしょっと じゃあ、私も一緒に寝る。何驚いてるんだよ。いいだろ。酔いが回って眠くなっちゃったんだよ。こうして二人で寝るの、何年ぶりだ <laughs> そういう表情を見ると、ちょっと安心する。やっぱりお前も、まだまだ子供だな。 顔近いないいや話さなくていいただそう思っただけだ緊張してるか私はちょっとしてるでも別にいいよなたまにはベッドがちょっと狭いけど2人用じゃないからなその分密着してるよな お前の呼吸が聞こえる。なあ、最後に私がやってみたかったことやってもいいか男の子の頭撫でてみたい。ほら、なんかよくテレビでやってるだろお姉さんが子供の頭を撫でるやつ。子供扱い <laughs> してないしてない。ちょっと可愛いとは思っているけど。 まだ子供とそんなに変わらないだろうやっぱり、ダメかえ本当にいいのかやったじゃあ、はい。よしよし。髪、意外とサラサラしてるんだな。私は子供の頃から癖っ気でな。大変だったんだよ。 だから、お前の髪が羨ましい。添い寝するまでわからなかったけど、いい匂いもする。これ、何の匂いなんだろう。シャンプーかなそれとも柔軟剤かシャンプーかなそれとも柔軟剤とかふふ、きょとんとしているな。 実は恥ずかしいんだろう。目を見てくれたっていいのにな。<laughs> もっと恥ずかしがってやんの。この際だ。いつも言えない分ここで褒めるな。毎日朝眠くても仕事に来ているの、偉い。上司からきつい業務を言い渡されても嫌な顔しないのも偉い。 真面目に仕事に取り組めるの偉いいつも一生懸命なの偉い家もきれいにしてて偉いしっかり自立できてるの偉い何より先輩の役に立とうと頑張っているの偉いそんなお前はとても素敵な人だと私は思う フふ <laughs> 褒めるところいっぱいだなお前はなんだか今まで言っていなかったのがバカらしくなっちゃうくらいだよそのくらい魅力的な人ってことだよ部下にしておくのがもったいないくらいだ何私と付き合いたいか <laughs> お前も面白い冗談が言えるようになったな。<laughs> 付き合うなら、もっと男らしくなってもらわないとな。それこそあれだよ。まずは腹筋割れてないとな。<laughs> なんてな、冗談だぞ。好きか。言われてみるとよくわかんないな。 <ス>まあ冗談はそのくらいにしておけ好きだなんて言葉は本当に好きな人にとっておくんだぞもし仮に私がお前のことを好きだったらどうするつもりだったんだそうもしかしたら誰かを傷つけちゃうかもしれない言葉なんだからそっと心にしまっておくんだそうだな。 もしお前が立派に一人でも仕事できるようになって私を安心させられるようになってもまだ私のことが好きだったら考えてやらないでもないな <laughs> 冗談に何真剣になってるんだろうな私ああ <laughs>、ああ、えらく張り切ってるじゃないかその息だぞ後輩 お前にはな、課長に一杯食わせるくらいの人材になってもらわないと困るんだ。だって、やられっぱなしは嫌だろ私も嫌だ。お前の成長が楽しみだよ。これはずっと思ってる。私もせっかくの初めての後輩なんだ。いい先輩にならないとって思ってて。 これからも頑張らないといけない。あ、あ、この布団は魅力的すぎるな。ぐっすり眠れそうだ。ああ、明日仕事か。帰らなきゃいけないのに体が動かん。やばい、眠い。 許してくれよ。今日はもう終電ないし、この布団から出れそうにない。んんわあ、合ってる合ってる。朝ごはん作ってやるから。その代わり、いつもよりちょっと早めに起こしてくれよ。頼んだぞ、後輩くん。 おやすみ。最後までご視聴いただきありがとうございます。今回の動画はいかがだったでしょうかよろしければチャンネル登録、コメント、高評価をしていただければ嬉しいです。それではまた次回のスタジオレインの動画でお会いしましょう。